リサです。レオです。タロットライフでは皆様のお役に立つ情報を発信していく動画となっております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はお知らせがあります。小学館さんのチャオに掲載していただくことになりました。今回の掲載内容っていうのが、チャオさんってこう漫画の雑誌なんですけど、最初の方にねちょっとカラーページがあって、そこにね特集されてるんですけど、ハロウィンの企画でハロウィンのキャンドルを手作りするかデコるかみたいな、デコリ派か手作り派かっていう風な企画があって、で今回そのキャンドルの手作り派っていう方を監修させていただくことになったんですね。監修内容っていうのがあれですよね。今回こういうのを作りたいっていうのをあらかじめいただいて、そこで私たちが安全かつ簡単に、そしてお安くっていうのでちょっとアドバイスをさせていただいた形になります。デザインとかもすごく可愛くって、まあ、簡単に注ぐだけのものとか、あとハロウィンなんでかぼちゃのこのシートをこう重ねていくようなキャンドルとか、トロトロ垂らしていったりとかするような可愛いキャンドルができています。私たちが監修させていただいたのはそのパワーの部分と流す部分ですね。でトロトロ垂れたのはもうそあの編集者たちが考えてくださった内容になってます。めっちゃ可愛かったよね、うん、そう、なんか詳しくはちょっと映せないんですけれども、なんとなくね、まずここにこういう風に可愛いね、こういうのいろいろここドンドンっていう感じで、私たちはこっちの表紙側の方のページを担当させていただきました。ご丁寧にこの上の方に私たちのね写真も掲載させていただいてて、でこの下の方にはレシピに、なってます。こんな感じの表紙ですね。この表紙のこの上の方、ここですね、ここにもキャンドルがちょっと乗ってるんで、こんな感じのキャンドルを今回監修してます。なんかその2つね、手作り派とデコリ派1個ずつ乗ってるね、うんうんうん、今回もあれですよね、100均の材料で作れるキャンドルですね。あ、そうなんです、そうなんです、まあ、お手軽に作っていただけるし、ハロウィンも楽しめるし、めちゃくちゃ可愛いキャンドルね。あとはこのチャオさんに関してなんですけど、うん、今回付録がついてるんですよね。はい、すごいよねこれ。 2way の、うんうん、ポーチにもなるしショルダーバッグにもなるしみたいな。ちょっと開けてみますね。はい、中身はこんな感じで、結構ねしっかりした 2way ポシェットですかねっていうのが入ってますね。ちゃんとこのショルダーバッグにもなる、こんな感じで紐もついてますね。後ろにこう紐つけるところがあるので、こんな感じでショルダーバッグとしても使えます。可愛いですね。ねえ、これすごいしっかりしてるね、うんうん、さっきみたいなショルダーバッグにもできるし、このそれぞれ一つずつ縦も横もいけるみたいなんですけど、一箇所こうカバンにつけてこんな感じで使うこともできるし、普通にポーチとしても使うことができるそうです。今回お声掛けいただいたチャオの、編集者のスタッフさんですね、もうすっごくいい方でしたよね、うんうん、よかった、よかったですね、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。めっちゃ嬉しかったよね、うん、これまさかチャオさんの、ね、あの監修できるんだみたいなもうこんなありがたこと、ね、うん、なかったよね。しかもこういう漫画の雑誌にキャンドル作りが載るっていうのが、うんうんうん、結構最初えっと思って驚きで、うんうんうん、なんかそういうのは載ってるイメージがないから、そう知らなかったね、うん、だから今回お声掛けいただいて結構びっくりしたね、うんうん、いや本当にこんなね素敵な雑誌にね載せていただけるなんて本当に感謝しかないよね。ね、
10月3日今日発売の11月号のチャオですね。僕たちの監修させていただいた記事の内容も載ってますので、ぜひお買い求めよろしくお願いします。お願いしますめっちゃ楽しかったね、うん、なんかいろんな企画とかも載ってたしね、うんうん、ぜひ見てほしいですお願いします、お願いしますバイバーイバイバーイ